大鷲は、長江高,高木高か小じろ足属に分類される鳥類。日本、中国北東部、韓国、北朝鮮、ロシア東部、A2 下記に、ロシア東部で繁殖し、陶器になると、越冬のため朝鮮半島、沿海州、カムチャツカ半島南部などへ南下する、A3。オホーツク海沿岸部では陶器に南下する個体が多いが、一方で、カムチャツカ半島では、 千島列島以南へ南下せずに止まる個体も多い。日本では、元種が、冬季に、越冬のため、北海道や本州北部に飛来する、A3。日本で一番大きなワシとも言われ、全長オス88センチメートル、メス102センチメートル。翌長オス56から65センチメートル、メス60から65センチメートル。 翼海長220から250センチメートル A3。お墓は長いくさび型。お墓の枚数は14枚。全身の歯衣は黒や黒褐色で A3。頭頂から頸部を覆う毛はうじくに沿って白い。半紋が入る。お墓は白い A3。飛翔時には翼公園部が膨らんで見える A3。翼は黒や黒褐色。交際は黄色 A3。A くちばしは大型、A3。くちばしや講子は、黄色や、大色、A3。幼鳥は、全身の歯衣が、泡褐色で、仮面や翼に白い反紋が入る。お歯の外縁や先端に、褐色の反紋が入る。HP パラガカス大和がくや腰、すねの歯衣が白い、A3。小雨服や人間でいう手首を覆う、羽毛、一部の買う服は白い。 HP ニジェールオバキブとオハを除いて、全身の歯衣が黒い。アッシュ、HP ニジェールは、朝鮮半島や沿海州で、最終例があり、朝鮮半島で繁殖するアッシュとされるが、標本が少なく現在も繁殖しているかは不明。アッシュ、HP ニジェールを単なる暗色型として、アッシュと認めない説もある。海岸や河川、湖床などに生息する A 3、A3。 種商業パラガカスは海の外洋の縫い。越冬地では水辺の木の枝で休む。A3。植生は動物食で主に魚類を食べるが鳥類、小型から中型の哺乳類、動物の死骸なども食べる。繁殖形態は卵生。アムール、川下流域やカムチャツカ半島では4月までに海辺や水辺にある大木の木の枝や断崖に巣を作る。 ロシア極東部では4の5月に1から3個の卵を産む A3。放卵期間は1ヶ月から1ヶ月半。ヒナは5から6月に孵化し、8月に巣立つ。オハがヤバネとして利用されることもあった。ロシアでは毛皮用の天が罠にかかった際に食害することもあり、害鳥とみなされることもある。捕殺されたエゾシカ。 刺し網や氷下町網漁などの漁業や陸揚げの際に生じるおこぼれに集まって食べることもあり、水産加工場の廃棄物やゴミ捨て場を漁ることもある。A3。開発による生息地の破壊や獲物の減少、羽目的の狩猟、害鳥としての駆除、鉛散弾によって狩猟された動物の死骸を食べたことによる鉛中毒などにより生息数は減少している。A3。 日本では1970年に国の天然記念物、1993年に種の保存法試行に伴い国内気象野生動植物種に指定されている A4、1985年における生息数は約5200羽と推定されている HP パラガカス大オワオシ絶滅危惧種類 A3 ありがとうございます。